森保さんってあのワールドカップの選考の時にこの日本のなんか若い力を世界に伝えたかったからあの若手を何だったっけな選んだみたいな,なんかすげえふわふわした理ンだったけどすげえ信憑性の高いソースというか、まあ、実際その人が森保さん伝えて聞いたって話を教えてもらったからあれなんだけどすごいねなんか若い力を世界に発信してみたいなのをめっちゃ言ってるらしいんだよ。 で、今回も、その、もっと若い世代が出てきてもいいみたいな。アンダー20世代以下で、ラージリストワールドカップの時作った時に少なかったみたいな。そう。だから、そこのやっぱ、若さっていうか数字のところってかなり気にすんだな、と思って。ね、だから、それで言うと、伊藤良太郎って海外行ってるわけでもない、広島でもない、若くもないってなると呼ばれないんだろうなっていう。あと、前言った守備のね、前に行く時の強度みたいなところ。 そこをね、切り替えの仕が、ちょっとだから、えじるっぽい、あの、守備しないわけじゃないけど、あの、代表の基準で言うと、もっといかなきゃいけないみたいなさ、そこが重要なんだよね。で、あの、河村、広島の、広島の河村は、めちゃくちゃ守備の強度高いんですよ、でかいまず。サイズあって、守備の強度高くて、へそで騙したパス出せるみたいな。あの、広島って5、4、1の守備なんですけど、あの、3トップのプレスのかけ方がすげえふんわりしてて、 なんか、外国人選手がしっかりプレス行くときとそうじゃないときで、ボランチが走り回らなきゃいけなくなるんですよ。あれ、今前行って抑えなきゃいけないんだ。いや、今はほっといていいんだみたいな。といに、この川村が前行って出足をく潰す、後ろ戻るとか、あと切り替えの瞬間のプレスも、そう、そのプレスの切り方すると、相手困るよねみたいな。だから、球種を抑えるのが、攻守において速い選手なんですよね。それを180以上の身長でできるから、ここまで森保さん絶対言語化してないけど、ただ、森保さんが言ってた、その、 ダイナミックさがあってゴール前入っていけてみたいなミドルシュートもあるみたいなそうで、まあ、普通に言ったらその評価ですけどねただ実際あの一番その川村見ながらいいなと思ったのはその結果に直結する動きをできるボランチだなっていうふうに思いますねなんとなくうまいとかじゃなくて勝負のポイントになるところを抑えられるってただやっぱりビルドアップのところでそこまでなんかこう受けちゃいけない場所を受けてほしい場所とかしっかりあれされてないからちょっとディフェンスラインに近づきすぎたりとかそういうところはあるんだけど それでもあの遠藤航の後継者、まあ、森田もね年齢めちゃくちゃ若いわけじゃないから、29ぐらいかな、もっと言ってるから、森田は28か、そう,だからそうなるとね、1つ若い世代の選手とか欲しくなるからね、そういうところで、この,あの川村、川崎、この2人をこの田中尾がいないタイミングで呼んだっていうのは大きいですよね、柴崎とかももう、ね、そういう感じじゃないし。